うるま市は沖縄本島中部に位置する沖縄県第3の都市。那覇市、沖縄市に次いで沖縄県で3番目に人口が多い都市である。2005年4月1日に、串川市、石川市、中上郡活連町、与那城町の西 2, 2町が新設合併し誕生した。うるま市の完全失業率は18.2%で全国で5番目に高く、市としては最も高い。 沖縄本島の中部、近湾の南岸に位置し東部は、活蓮半島があり、先端部には、在日米軍の港湾施設、ホワイトビーチと、海上自衛隊沖縄基地がある。海中道路池島宮城島、偏座島浜、東島、浮原島、南浮原島、横津、半島、矢吹島、津県島、沖縄本島、海中道路近湾、中ぐすく湾、横津半島と横津諸島の地図。 沖縄本島中部の東海岸に位置し、唯一、金湾と中城湾に面する地方自治体である。カ連半島と八つの島を有し、池島、宮城島、平安座島、浜比島、矢渕島の五島は、海中道路や河橋によって結ばれているため、カ連半島からの通行が可能である。特に、カツ半島と平安座島を結ぶ全長4 7トルの、 海中道路はドライブコースとして人気のスポットになっている。気候は亜熱帯海洋性気候に属し、月別の平均気温が摂氏17度から摂氏29度、年降水量は約1900ミ、mm、リメートルで年間を通じ温暖な暮らしやすい気候となっている。氏名はサンゴの島を意味する古い沖縄方言に由来する。琉球と並ぶ沖縄の画面で漢字では ウルマと書く。方言をそのまま使命に採用した珍しい例である。合併前の経緯については、串川市、石川市、与那わし、よなぐ町の歴史の項目を参照のこと。ウルマ市では、一部の区域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。ウルマ市の新設に伴い、旧、串川市を除く、各地域では、 住所表記の変更が行われた。ただし、旧、石川市安座石川と、旧、中上国与那城町安座与那城の場合には、それぞれ、うるま市石川、うるま市、与那城となる。市役所支所、出張所市民サービス施設岩手県盛岡市2012年7月31日、有効都市提携うるま市議会を参照。郵便番号は、以下の通りとなっている。 旧与那城町の本島部と旧活連町はかつて与那城郵便局が担当していたが1990年代に与葛郵便局に移った。旧与那城町の島所部は平安座郵便局が担当していたが2006年に統合された。さらに宮城島と池江島では1980年代まで上原管理郵便局が集配担当し904から25の 郵便番号が存在していた。私立中学校県立、中学校私立中学校私立小学校私立、小学校本東部の路線バスは、琉球バス交通、沖縄バス、那覇バス、東洋バスの4社で運行されている。那覇バスは、前身の那覇交通時代に、石川線とやけな線を運行していたものの、路線縮小で1998年には、 現在のうるま市域から完全撤退した。その後、那覇バスになった現在まで、高速バスの共同運行のみとなっている。なお、市内には、琉球バス交通の串川バスターミナル、沖縄バスのやけなバスターミナル、東洋バスの合わせ営業所がある。当初部へは、合併前、桃原運輸産業、平安座総合開発の2社と、勝連町営浜日賀バスにより運行されていたが、 合併と同時に、ウルマ市が平安座総合開発に委託して一括、かつ、運行するようになった。下表の運行会社の、琉球は、琉球バス交通の路線、沖縄は、沖縄バスの路線、那覇は、那覇バスの路線、東洋は東洋、東洋,は東洋バスの路線、複数表記は共同運行路線。BT イコール、バス足しが一局版は、 市内全域において098であり、那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市,市、沖縄市、富城市、南城市、女村、宜野座村、金町、八重瀬町、与那原町、早原町、座間見村、阿国村、名木村、久米島町、中上郡全町村と共通である。ラジオテレビともおおむね、富城市などにある親局の放送エリアとなっているが、 テレビに関しては、地理的に親局から受信しにくい箇所があるため、旧串川市に串川テレビ中継局、旧石川市街地に、沖縄石川テレビ中継局と市内に2箇所のテレビ、中継局が設置されている。また、沖縄市に接する旧串川市南部や、中臼区湾沿岸部では、沖縄市にある小屋中継局の放送エリアとなっている。2009年12月23日に、 FM ウルマが開局した。また、沖縄市の FM 小座が受信可能で、ウルマ市に関する情報も時々放送することもある。ウルマ市には在日米海兵隊の司令部など、各種の米軍施設、区域に加え、海上自衛隊沖縄基地隊、陸上自衛隊活連校舎教育訓練場などの自衛隊施設、区域が多くあり、合わせて基地層面積は6。 632000平方メートル、うるま市の面積86,030セ平方メートルの約7.7%を占めている。2016年4月には20歳の女性が元海兵隊員で軍属の男性に殺害されるうるま市女性殺害事件もあり、大きな問題となっている。うるま市には現在7の米軍基地が存在する。変換された。 米軍基地、米軍基地から自衛隊に移管された、基地活連場沖縄石油備蓄基地。ありがとうございます。